Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops.明るくなってとても綺麗な景色が広がってます。阿蘇山の火山の迫力ある登山道を歩くことを楽しみにしています。噴火の影響で火口の近くには行けないので、ちょっと遠回りする皿山迂回ルートというところを通っていきたいと思います。片道3時間弱ぐらいです。では行ってきます。レッツゴー。ここは阿蘇山城ターミナルです。普通だとここでバスに乗ってこっちから河口の方に行けます。今は立ち入り禁止です。こっちから登山道に向かいます。今日は身軽ですね。今日軽い。中岳高岳に登山される方へという看板があります。今ここですね。でここが火口になってて、ここ半径 1キロぐらいは立ち入り禁止なので、ここの青いルート通っていきます。でここが中岳で、ここが高岳です。帰りも同じ道通って帰りたいと思います。なんかグレートトラバース出てるみたい。道の横歩いて料金所のところまで来ました。本来ならこの道を通って河口の方に行けるんですけど、今は行けません。そして迂回ルートのはここから真右に曲がっていきたいと思います。40分ぐらい進んできました。ここが駐車場で、この道路の脇の藪の中を進んできました。で最後ガッと登って今ここです。藪の中だったんですけど、目印がたくさん置いてあるので迷うことなくここまで来れました。そしてこっちは激しい火口が広がってます。全部河口ですね。あっちの稜線が今日登る中岳高岳の稜線です。ちょっとガスってきました。山頂着く頃にガスがないことを祈りつつ進んでいきたいと思います。砂千里が見えました。河口の真裏にあります。ここからは一度下ります。
てあればあそこのルート歩けるみたいですね。バスで来れるようになってますが、今は噴火しているのでバスも中止、運休中です。で、火口の周りにシェルターとかあってね、あの周りを観光できる、できます。あるね。独り占めです。一人も会ってません。あそこのボコボコしてるやつは火山弾っていうんばい。そうばいか。弾は弾丸の弾ばい。火山から飛んできた岩がそのままボンってそこに落ちたままになってるんばい。火山弾って言葉なかなか聞かないね。聞かないね。この先どう見ても急な坂が待ち構えています。ここまでは全然楽だったんですけど、おそらくあそこでガンって上まで一気に登る感じかと思います。ここは完璧砂ですね。火山灰か。これは火山灰ばい。軽いばい。お、結構大きいねそれ。重そう。もう一回よし登るか。行こう。進まない。いいね、朝日が出てきた。急登登り始めました。真下まで来るとそこまで高さがないように見えます。中だけ。山頂はこっちで、次高岳行きます。
700m。 Let's go。 さっきすれ違った方にここは何県ですかって聞かれたんですけど、熊本県って答えたら何も三重県って返ってきました。ちょっと元気が出ました。高岳まであと 100m です。ちょっと登ります。山頂過ぎました。何も見えません。あれは人ですかね。晴れてますね。いいな。中岳が晴れてます。羨ましいな。今あそこにいる人たちは火口の景色が見えてるのでしょうか。はい、無事下山しました。バッチリ晴れてます。さっき登ったところが全部見えてます。辛いです。俺たちは何も見えなかったのに、まあ、それでも3回目のトライでようやく阿蘇山登ることができてよかったです。九州の百名山もあと開聞岳と祖母山の2つになったので、次はそこどっちか登りに行きたいと思います。じゃあ今から阿蘇の街を楽しんで帰ります。バイバーイ。